じゃあブラウンの新しいマルチサーブコーヒーメーカーを見に来ました。じゃあ早速使ってみましょう。まずここにコーヒーをセットします。で水の補給はここです。実はですね、取っ手がついててすごく使いやすくて気に入りました。今回はジャグではなくてカップに注いでみます。カップトレイを下ろしてカップを置きます。でここのレバーをコーヒーにします。実はお湯だけも注げます。次に抽出量を合わせて電源を入れて、マイルド、ゴールド、ストロングのどれかを選びます。で今回ストロングで入れてみます。はい、出来上がりました。液だれ防止のところにレバーを合わせていただきます。